コヒーラー検波器。コヒーラー検波器は、無線通信の黎明期に発明された、電磁波検出装置である。1890年、金属粉末の電気伝導性を研究していた、エドアール・ブランリーによって、金属粉末に高周波到来すると、電気抵抗が激減、直流電流が流れる現象が確認された。この現象を、リバプール大学教授のオリーバー・ロッチが、 ケンパー機に応用1894年王立アカデミーで発表した。現象の発見当時、その現象は高周波により、電極と金属粉末同士が密着するためであると考えられ、コ波、密着するからコヒーラと呼ばれるようになった。普通、一体の金属電極管に金属の粒、粉、小片など、イカ金属ことするを緩く挟み込み、 絶縁容器などに収めた構造のものをコヒーラという、ブランディー本人はコヒーラではなく、ラジオコンダクタと命名したとされる。実用に供されるものはガラスなどの絶縁管に、電極と金属庫を収めた構造のものが一般的であるため、彼の名にちなんで、ブランディー管とも言う。通常、コヒーラの電極管の電気抵抗は、工程高抵抗値を示すが、電磁波を受けると、電気抵抗が、 減少、ほぼ短絡状態となり、不可逆となる。すなわちコヒーラは、電磁波を、電極間の電気抵抗値の変化として検出する、ものである。電極間の電気抵抗が減少して、不可逆となる状態を、コヒーラという。コヒーラを解除して、電極間の電気抵抗値を、元の高抵抗値に復帰させるためには、コヒーラに、機械的な振動や衝撃を与える必要がある。 コヒーラに機械的な振動や衝撃を与える操作をデコヒーラと呼び、機械的な振動や衝撃を与えるをデコヒーラという。コヒーラの実をコヒーラ拳鼻機と呼ぶこともあるが、コヒーラとデコヒーラは普通一体として用いられることから、コヒーラとデコヒーラを合わせた装置全体をコヒーラ拳鼻機と呼ぶことが多い。コヒーラの動作は長年、 謎あるいは仮説とされていた部分が多く、20世紀末になっても試行錯誤による改良が主術試みられていたが、2017年現在、ほぼその全容が解明されている。すなわち挙手的には、電極間に高周波電力を印加すると、電極と金属庫、金属庫同士の微小な接触部分に生じる電解、集中により、それぞれの表面を覆っている、自然に、 もしくは人工的に形成された、通常は高い電気抵抗を有する、ごく薄い金属化合物膜、酸化、水酸化膜などが電圧により降伏。続いてこの部分に集中する電流によって、金属化合物膜が破され、下地の金属同士が接合して、ほぼ短絡状態となることによる。したがって、高周波電力のみならず、静電気などに対しても動作する。 で、コヒーアにより、機械的にこの接合が解除され、元の光電気抵抗値となる。また微視的には、コヒーアの開始、導通の開始は、ショットキー接合部の光子欠陥によるヒステリシス現象による。すなわち金属化合物膜は微細孔を多く持つ、白膜、すなわち半導体であり、その微細孔の内側表面には多くの光子欠陥があり、 集中した電流によって発生するショットキー障壁を超えた余分なエネルギーを持つ電子によって金属化合物の値電子体から冷気された電子がこの格子欠陥部に形成された高密度の海面順位にトラップ。このトラップされた電子の持つ電荷によりショットキー障壁はトンネル効果の発生するさ以下となり、いわゆるトンネルリングスポットを通して通電するように なるためであることが分かった。また微小な接触部分に生じる金属接合についても従来の仮説、溶着現象が実験によりほぼ確かめられている。すなわち永年言われてきた微小な接触部分に生じる金属溶着は、導通の結果、二次的に生じるものの、コヒーラの導通開始には関係なく、したがって、例えば金属と溶着しない非金属導体、 炭素が電極であってもコーヒーや現象は出現するのである。ニコラ・テスラが1898年に無線操縦の特許を取得してニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで無線操縦の船舶模型を実演した記録がある。電極に適する材料は湿度などの環境影響をできるだけ受けないものがよく、金属庫に適する材料はその表面に 環境影響をできるだけ受けない、上述の適当な白膜、すなわちトンネル現象を生じる程度の白膜を形成するものであり、ニッケル、アルミニウムがその代表とされるが、他に亜鉛、鉄、さらには真鍮などの合金、その他多くの導電材料でその現象、動作を確認することができる。コヒーラの発明当時に他に便利な憲法機はなかったため、 各国で改良、生産され、無線通信、電信の実用に広く供された。初期のコヒーラは、主として銀電極間に、ニッケルと銀の混合庫を緩くみ、湿度などの環境影響を抑えるために低真空のガラス管中に封じ込んだものであった。金属庫同士及び金属庫と電極の接触状態により、特性が変わるため、このタイプのコヒーラの電極は、 金属庫との接触面を斜めとし、管を回転させて、特性調整ができるように工夫されているものが多い。電極が斜めであれば、金属庫がバラバラになりやすく、でコヒーラが容易であることもある。他に、可動電極により特性調整するようにしたものもある。コヒーラは、初期のマルコーニ社製の無線電信機や日露、戦争当時の日本海軍の無線機にも使用されていた。なお、 グリエルモ・マルコーニが1901年、明治34年12月の大西洋、横断無線通信実験に用いたコヒーラは、インドのジャガディッシュ、チャンドラ・ボースの発明した、レコヒーラ不要の水銀を用いたコヒーラを応用した、ものである。このコヒーラは一種の半導体ダイオードである。1905年、明治38年11月、アメリカのヒューゴー・ガンズバックが世界で、 初めて一般大衆に向けて通信販売を開始した無線装置、テリムコは、非同調式の普通火花感激による送信機と同じく非同調式のコヒーラ検波機による受信機を体にしたものだった。ジョーズは、テリムコをはじめとする初期の非同調式による火花無線電信装置のモデルである。送信機、火花送信機の電源を終えぬとすると、 誘導コイルの一時側に電流が流れ、断続機の接点が解放される。断続機の接点が解放されると誘導コイルの一時側の電流が途絶え、断続機の接点は再び閉ざされる。この接点開閉により、誘導コイルの二次側には、大きな電圧が生じ放電電極に火花放電が発生。この火花放電により、電磁波が発生し、送信アンテナより電磁波が 空間中に放射される。電源が ON となっている間、断続器の接点は短時間に開閉を繰り返すため、電源が ON となっている間、電磁波は放射され続ける。電源を ON にする時間を変えることにより、電磁波の放射時間を変える。この時間の変え方を、モールス符号とすると、電磁波の ON、オフの形で文字情報を送り出すことができる。 受信機では受信アンテナがこの電磁波を受け、コヒーラが短絡状態となって回路が閉じ陰磁器などが動作して、電磁波の到来を検出、でコヒーラが動作して、コヒーラをデコヒーアする。陰磁器などの動作は、電磁波の ON、OFF を反映したものとなり、モールス符号を再び文字とすることができる。コヒーラ検波器は、無線電信のような電波を検出するだけの文字通りの、 ケンパにしか用いることができない、特性不安定、機械的なデコヒーラの動作などで、通信速度に限界がある、などの多くの欠点があった。その後、より性能が良く、また無線電話の復調といった、関連的にこちらも、ケンパと呼ばれているが機能にも用いることのできる、鉱石ケンパ機、二極真空管、ダイオードが発明されたことにより、コヒーラは徐々にスタで、 実用の無線通信に供されることはなくなったが、玩具、教材用として、古くは1937年に、朝日屋から出版されていた、科学史の科学と模型史に非話な送信機とコヒーラ、ケンパー機を利用した、科学模型の制作記事が掲載されている。1955年に発売された、マスダヤのラジコンバスや最近では、科学教材、学習研究者のラジオコントロールカーなどに、 用いられている。また実験用化学教材でも利用されている。コヒーヤ現象は、金属子表面のごく薄い金属化合物膜の破壊によるものであり、ショットキーバリアダイオードの短絡故障現象に近い。また金属化合物膜が降伏して、コヒーヤに至るまでの間、電圧制限特性を有し、わずかな電力でも短時間でコヒーヤする。 すなわちコヒーラは一種の平行き、サージ防護デバイスでもある。このため19世紀中、平行きとして電信線に使用されたこともあるが、平行きはサージ収束とともに瞬時復帰することが必須であり、サージを受けるたびにでコヒーラしなければならないコヒーラ、不適当であった。しかし一方で、電源を切ってもコヒーラを保持するコヒーラは、サージ検出、記録素子として利用できるため、近年、 落雷から電源などを保護するためのシステムを動かす、飛来センサ用などに改良され、再び実用に供されている。またその微視的動作原理の研究成果は、抵抗変化型メモリに応用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。